今回受講させてもらって、やっぱりちょっと基礎的な部分が抜けてたなって思いまして、それを講師の方が分かりやすく教えていただいて、まあ、難しい操作とかもありましたけど、2日間通してとても充実した研修になりました。その GPS モード外して そのホバリング操作だとか、本当に自分の思ったような操作がなかなかできなかったのが難しかったです。講師の方も本当に親切に、もう初心者の私の身に立って1から10まで教えていただきまして、本当に充実した2日間になりました。ドローン授業が今後広まっていっているんですけど、その中でライセンスが必要になってくる業務もありますから、その業務を生かして進化していく IoT って言われる部分の技術に取り入れられたらなと思います。